大人っぺ。さあ皆さんこんばんは。今日は土曜日、私今週の仕事今日で終わり、イエーイ、よっしゃよっしゃ、お集まる、嬉しい、楽しい、大好き、あれ。イエイさんこんばんは。見て見て、熱いって思ってぐしゃぐしゃにやった。ちょっとあんまり細部まで見ないです。こんばんは、お集まりでーす。そうだよ、私はあんた、今夜の私は黒い女だよ。こんばんは。ではでは皆様、今日もよろしくお願い。お願いします。お待ちおくれ。私の中は真っ白、外側は中側。おしゃべりこんばんは。ほー、今お昼にシュークリーム食べたね。ねね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 ねピアノ。
からし色そっか、週末だしね、花火大会やってるとこ多いかもしれないですね。いやいやいや、新曲でメロソンでお願いいたします。あなたにあげたいメロソンあなたにあげたいメロソンこれ終わるあなたにあげたいメロソンか、無観客ってか観客来なかった事件がありましたね。これガーネットっていう曲ですけど、ガーネットの PV でこの岡花子さんこうグランドピアノの中に入ってる。あれ一回やってみたいですね。すごいすごいすごい、ありがとうございます。Thank you.
ドアウト。え、未亡人ですね。よくないよくない。引き継の裏は僕ら。日本にしかないよね、あればね。拒否。ちょっとあの大丈夫です、私来なくても大丈夫、大丈夫です。拒否するできゃ。よいしょ。え？あ、ヤンキーが好きなの。あ、そう。確かに、でもヤンキーの文化それこそ日本にしかないですよね。もういい、もういいか。間違えた。あ、すみません。
のがいいんですよね。あ、でもちょっと今日あの黒いかあんまり生えないな筋肉が。ミラコの筋肉カッチ、ちょっと、あ、もうこって、あ、なってるなってるなってる、よかった、なってるなってる。Thank you.
はい、丸川桜月半ポイントピアノキマン、まなまること、長藤まなでーす。ふふー、え長いね。ありがとう今日は髪をまとめてます。ちょっと本当に髪のこう根元の色とこうまとめてる髪の色の違いがすごくない？すごすぎる。クゲゾケありがとうございます。初めましての方もねリクエスト大歓迎ですし、あとできるだけたくさんの方もねリクエストに答えていきたいと思いますし、皆さんで楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひぜひ9時までの日の配信になりますが、最後までお楽しみくださいませ。マジか、そうなの、可愛くない？このスカート可愛いでしょ。そうなんで、ここにリボンがついててよ。長いねんこれ、長いねんこれ、ちょっと長いんですけどえ大丈夫。そうなんだよね、そうなんですよ。ちょっと本当に本当に髪の色ね、すごい落ちてるからし色。さあ、というわけで、9時までピアノ配信になりますし、皆様のリクエストにこうたくさん答えてきてと思うんですけれども、途中でですね、こちらの時間ですねあれちょっとそうじゃ、この時間ですね、皆様にねゆっくりねクラシックのピアノも聴いていただきたいと思います。私真剣に弾きたいと思います。はいえ以上。さあ、ではでは、今日のクラシックガチクラ1曲目は、幻想即興曲でいきましょうか。そうです、音楽は言葉を超えますからね。グアムでも楽しんでくださいね。エンジョイングアム、えエンジョイジャパン、イエーでは来ててもショパン先行くの幻想即興曲です。Thank you.
がとうございます。じゃあまず曲の幻想の曲ということでお届けいたしました。いいっすかね。おじゅうたくさんありがとうございます。お花もありがとう。最後の特に意味はありません。ありがとうございます。難しいですよね。まあ、でも小学校5年生か6年生の時 の、 あの発表会で多分弾いた、そんな記憶です。さあ真剣のもののさんも見ていただいたところで、クラシックも聞いていただいたところで、では後半もたくさんの方に楽しんでいただけるよう皆様のリクエストに答えていきたいと思います。じゃんけんじゃないわ。さあではではここからはですね、皆様のリクエストできるだけたくさん、そしてできるだけたくさんの方のリクエストに答えていきたいと思います。はるか昔thank you.
高見沢さんだけが来てやろうと思って、しかも高見沢さん